日の揺らめく薄暗い地下アジトに、と現場に到着したその目に映った、それは探し求めていた友内葉佐助の姿であった。佐助と共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐に囚われたサスケにナルトの声は届かず、両者の意志は激突するのだった。サスケ君、俺の目的、その邪魔をするのナルト君。力ずくだってばよ。戦闘開始。なんでだよ、なんでわからねえんだ。瓦礫の山と立ち、だがそこに一条の光が降り立った。その光とは戦術を手にした地雷屋の仇であるペイン。それを前に、お前がペイン、お前の死が平和へとつながる。おと蹴りつけて、戦闘開始。師匠の意志は俺が受け継ぐ。平和は俺が実現してやる。